散漫でこの怒りの炎を地球に降り注いでいるわけでありますけれども、この力を利用して安倍政治を何としても退陣させなければならない、そのように思います。安倍政治もう5年目になるわけですけれども、この5年間振り返ってみて一体何をしてきたでしょうか。アベノミクスという言葉を掲げて、まあ、インフレ誘導などやってきましたけれども、皆さんの日々の暮らしは良くなりましたでしょうか。この5年間実質賃金所得は下落の一途をたどっております。アベノミクスと言ってもこれ安倍さんだけがクスッと笑う、アベノミクス、これがアベノミクスの実態であります。最近安倍さんに加えまして森友とか家計とか山口則之なんというですね、この安倍友三兄弟、安倍友のみクスッというのがですね、最近の新しい言葉じゃないかというふうに思いますけれども、まあ、こんな状況になっているわけです。そして特定秘密保護法の強行制定、そして刑事訴訟法の改悪、さらに TPP の批准、この直近には共謀罪の強行制定、さらに集団的自衛権の行使を容認する憲法改悪を行い、さらに戦争法の強行制定、まあ、こういうことが続いてきたこの5年間であります。この5年間の流れについてようやくこの主権者が安倍政治の欺瞞性フェイクというのに気づき始めてきた。7月2日の東京都議選、自民党が獲得した議席はわずか23です。東京都の定員は127、その5分の1にも満たない議席、これが今の安倍自民党の実力と、このように言っていいと思います。この選挙戦の最終日7月1日には秋葉原の街頭で安倍さんが初めて街頭演説を行いました。その街頭に待ち受けておりましたのは安倍帰れ、安倍やめろとコールをする主権者たちでありました。この主権者に対して安倍さんはなんと、あんな人たちに負けるわけにはいかないとこう言い放ったわけであります。あんな人たちというのは一体誰でしょうか。日本の主権者なんです。日本の主権者に指をさして、あんな人たちに負けるわけにはいかない、その言葉を謙虚に受け止める、その余裕すら失っていると、こういう状況でありました。この5年間の政策、先ほどいろいろ申し上げましたけれども、これまとめるとどういうことになるのか。カムロテスさんというミュージシャンの方がおりまして、まあ、国会前の街頭活動、私も一緒に参加しておりましたけれども、そのカムロテスさんが言った安倍政治新三本の矢、本当の三本の矢は何か、それは戦争、搾取、弾圧、これが本当の三本の矢だと、こういうふうに言われました。非常に的確な表現だと思います。安倍政治は、まあ、戦争推進ということで集団的自衛権の行使を憲法解釈を勝手に変えて容認すると、これに基づいて戦争法の制定と、これに突き進みました。同時にあの福島の被害が今なお深刻に広がっている中で、原発の再稼働を全国で次々に展開している、原発戦争の推進、これが安倍政治のまず第一の側面であります。第二の側面、搾取ということですけれども、アベノミクスと言っておりましたが、実際には円安が進み株価が上がって、あたかも経済が良くなっているような印象を与えておりますけれども、先ほど言いましたように、私たちの日々の暮らしそのものは一向に良くなっておりません。じゃあ何が良くなったのかというと、単に株価が上がっただけです。東証第一部という市場がありますけれども、この東証第一部に上場している会社は約2000社です。日本の法人の数というのは全体で約400万社あります。つまり東証一部上場企業というのは日本の法人全体の 0.05% にも満たない、この本当に 1% に満たない上積みの部分の利益だけが拡大している、それが株価を押し上げている。一方で日本経済全体はどうなっているかといいますと、あのあまりパッとしなかった民主党政権でありますけれども、あの時の日本の経済成長率は平均値で 1.8% です。それが2012年以降の安倍政治になりまして、経済成長率の平均値は 1.3% なんです。あの民主党政権よりも
安倍政治の経済成長は低いと、つまり経済全体はさらに低下をしている。それなのに大企業の利益だけが増えています。安倍さんは経済問題について質問を受けますと、なんとかの一つ覚えのように有効求人倍率が上がったとかですね、雇用者が増えたと言ってますけれども、全体の経済が停滞してるんです。そして大企業の利益だけ拡大してるんです。そのことはつまり残りの労働者が分け合う所得は大幅に減ってるんです。その大幅に減っている労働者の所得を分ける人数だけが増えてるんです。ということは一人当たりの所得が大幅に落ちてると、中流階級が日本から消滅して一億総下流社会、こういう状況を生み出しているのがまさに安倍政治の実態なんです。そしてインフレ誘導と言いますけれども、インフレ誘導で喜ぶのは大企業だけです。賃金が変わらない、賃金が変わらない中でインフレ率が上がると実質賃金は下がるんです。私たちがデフレの時になんとか生き延びてきたのは、賃金は増えないけれども物の値段が下がる、デフレだからなんとかやってこれたのを、インフレにしたら賃金は増えずに実質賃金はどんどん減ってしまう。これが安倍政治の実態です。安倍政治は成長戦略と言ってますけれども、成長戦略で掲げているのは農業の自由化、そして解雇の自由化、そして医療の自由化、さらに法人税の減税と経済特区、国家戦略特区の推進、この5つなんです。農業の自由化は何を意味しているかというと、日本の農家の農業をこの日本から消し去ると、ハゲタカ資本が行う農業だけに日本の農業を委ねてしまう。その農業は地産地消も消えます。そして私たちの食の安心安全も消える、地産地消も消える、そういう農業になってしまいます。医療の自由化は何を意味するかというと、公的医療保険で私たちは基本的にいつでもどこでも十分な医療を受けられる体制があります。ところが医療の自由化を進めれば医療費が爆発する。そうなると公的保険医療で賄える医療というのは大幅に下がる。つまり一部の大金持ちは病気になった時に十分な医療を受けられるけれども、大多数の一般国民は病気になっても十分な医療を受けられない、こういう社会に移行するわけです。労働市場の自由化、働き方改革などというと聞こえはいいんですけれども、実際に狙いとしているのは残業時間の大幅拡大の容認です。高橋まつりさんという方の死がありました。しかし政府が最終的に決めたのは月100時間まで残業を認める、過労死ラインまでは残業を認める、こういう方策です。そして正規労働者をどんどん削減する、さらに外国人の労働者を日本に入れて日本の賃金水準を大幅に引き下げていく、こういう政策が進んでいる。さらに残業代ゼロの制度ですとか、あるいは解雇の自由化、解雇を自由にできる仕組み、こういう仕組みが今進んでいるということです。さらに経済特区というと聞こえはいいんですけれども、森友、家計、この問題だけながなってきているのは経済特区、あるいは規制緩和ということを隠れ蓑にして、結局政治の私物化、自分の友達、自分の近親者だけに利益供与をすると、こういう政治が横行していると、こういう現実であります。 TPP というのが日本政府が推進して承認されましたけれども、この TPP も2012年の選挙の時に自民党は TPP 断固反対、こういうポスターを貼って選挙を行ったんです。それが3ヶ月もしないうちに TPP 交渉に参加と、そしてその後は日本が TPP 交渉を推進する、こういう安倍政治を見るときに私たちが気をつけなければならないのは、一体誰のための政治をやっているのかと、こういう視点です。安倍政治の本質は 何かといえば、世界を支配する巨大資本の利益を追求する政治、ハゲタカファーストの政治なんです。東京では都民ファーストなんていう勢力が今勢いを伸ばして、これが今後どういう展開を見るのかというのが鍵を握っておりますけれども、この小池新党と安倍自公政治は基本的に同質なんです。新自由主義を推進し、そして戦争を推進し、日本の原子力発電も推進する、こういう方向でありますから、
日本の政治がこの安倍実行体制と、まあ、公明はあっち行ったりこっち行ったりしておりますけれども、新しい小池新党の下で第二次公勢力というのが作られて、この2つの勢力によって日本の政治が占拠されれば、それこそ日本の政治は死を迎えてしまうと、そのように思います。小池さんが提示している政策の中に耳を傾ける部分はないわけではないわけですけれども、結局根っこの部分で市場原理で全てを支配してしまうと、こういう政治が横行していると。そして安倍政治、戦争、搾取、弾圧と言いましたけれども、この安倍政治が行っているというのは結局一握りの 1% の大資本のための政治です。それは言い方を変えれば 99% の一般市民の幸福はないがしろにされている。一般市民の幸福を犠牲にして、その上に大資本の利益だけを確保する、こういう政治なんです。戦争というのは何のために行われているかというと、結局軍産複合体、巨大資本の利益のために人為的に作られている、これが現代の戦争の実態です。冷戦というのが終わったために、戦争を行う大義名分がなくなったために、新たにテロとの戦いというのが掲げられました。2001年の9月11日の同時多発テロ、いろいろ調べてみると、これはアメリカが自作自演であったという疑いが非常に強い。それは何のためかというと、新しい戦争の口実を作るため。安倍政治は戦争に突き進んでいますけれども、そのために一番利用しているのが何かといえば北朝鮮です。北朝鮮が頻繁にミサイル発射する、そのために軍事拡大が叫ばれているわけですけれども、私はこれも実は裏でつながっているんではないかと、このように思います。そしてこの大資本のための政治を進めていくときに、一番邪魔な存在になるのは何かといえば、それは民主主義です。 1% 対 99% が選挙で民主主義で戦えば、間違いなく 99% 勝つんです。そのために安倍政治は今何をやっているかというと、この 99% を潰す政策を行っている。それが弾圧です。弾圧三兄弟ということで言えば、特定秘密保護法が決まりました。そしてあまり知られておりませんけれども、刑事訴訟法というのは改悪された。さらに今回共謀罪というのは、日本の刑法は未遂や予備でも例外として処罰しない、まあ、こういうことでありますけれども、これを犯罪の準備行為と、組織犯罪集団が準備行為に着手した段階でこれを犯罪として処罰すると。しかしこの組織犯罪集団の定義も、犯罪に準備行為という定義も非常に曖昧です。ということは、このように今日集まっている方も知らない間に組織犯罪集団として認定されて犯罪捜査に着手する、自宅に帰ると全て監視されていると。この4月以降発売されているスマホにはいつでも盗聴ができるようなチップが埋め込まれているという情報もあります。そういう形で政府に逆らう市民、政府に逆らう運動は全て弾圧の対象にする、いつでも人物破壊工作で逮捕拘束する、こういう状況が今目の前に迫っています。日本の警察、検察、裁判制度には3つの重大な問題があります。第一に、日本の警察、検察、権力には巨大すぎる裁量権が与えられています。どういう裁量権かというと、犯罪がないのに犯罪を捏造して犯罪者に仕立て上げる裁量権、もう一つは犯罪が存在するのにこれを無罪放免にする裁量権、これが与えられているんです。私は2004年に品川駅で事件に巻き込まれましたけれども、品川駅の高輪口には上下4本の防犯カメラ映像が備えられています。私は私の無実を証明するためにこの防犯カメラ映像を出せと言い続けました。ところが警察当局はこの決定的証拠の防犯カメラ映像を隠滅してしまったんです。その上で私を有罪に仕立て上げる、こういう行為を行っております。これに対して TBS の元ワシントン支局長の山口紀之氏、準強姦という容疑で逮捕状が発布されたわけですけれども、警視庁の
刑事部長が逮捕寸前にその逮捕状を握りつぶす、あのしおりさんという女性がその実態を告発する記者会見を行わなければ、この事実さえ国民には知ることができなかったと。犯罪があるのに犯罪を握りつぶす裁量権と、これが与えられています。第二の問題は、警察検察の行政において基本的人権が守られていない。細かい話は省きますけれども、1789年のフランスの人権宣言、この中にも推定無罪の原則であるとか、罪刑法定主義であるとか、適法手続きという人権を守るための原則が定められています。日本の憲法にもそういう規定はありますけれども、実際の警察の捜査行政においてはこの基本的人権が完全に無視されている。つまり密室の中で勝手に犯罪が捜索されて捏造されて、無実の人間が犯罪者に仕立て上げられる。これを防ぐための第一歩は何かというと、取り調べ過程の全面完全可視化です。すべての取り調べ過程をすべて録画録音する。被害者もそうです、目撃者もそうです。そうすれば密室の中で犯罪が捏造されるということは防げる。小沢一郎さんがやはり人物破壊工作で強制起訴されました。この捜査の中で小沢さんの秘書をしていた秘書の方が警察の取り調べを受けた際に秘密録音をした。その秘密録音の結果を公表したところ、検察が作った捜査報告書とは全く別物だったと。つまり検察は偽造捜査報告書を捏造して、そして小沢さんを強制起訴に持ち込むと、こういうことを行ったということが明らかになりました。先ほど言いました刑事訴訟法の改定というのは、もともとこれが出発点なんです。ですから取り調べ過程の全面完全可視化をやることが目的があってあったのが、これが横に葬られて、結局司法取引とか通信傍受の拡大とかですね、警察の捜査権限だけが拡大された。その後にこの共謀罪の創設ということで、私は刑事訴訟法改悪と共謀罪創設イコール治安維持法だと、こういうふうに言っているわけです。そして、まあ、こういう問題がある安倍政治、いよいよ国民の支持も下がってきましたから、ここで一気に安倍政治を倒していかなければいけない。そのために活用すべきものは何か。フランスの大統領選挙でメランションという候補が、そういう問題を解決するために一番良い方法は何だと、それは民主主義を活用することだと言いました。全くその通りだと思います。それは何を意味するかというと、次の総選挙で必ず安倍政治を倒す、そのための方法を確立する必要があります。それは何かというと、次の選挙で私たちは政策を軸に選挙をすると、これだと思います。政策基軸選挙、政策選択選挙、そのための政策連合が必要だと思います。具体的にはまず戦争法の廃止、原発の廃止、これが戦争法廃止、原発廃止、これは分かりやすい。からもう一つ、やはりもう一度国民の生活が第一の経済政策に戻る。弱肉強食をやめて共生の政治を実現する。ただ具体案がないと分かりにくい。私は一番分かりやすいのは消費税を減税するということだと思います。まず手始めに 8% の消費税を 5% にする。皆さん方は日本財政が危機に直面して、そして社会保障の費用の増大のためには消費税の増税が避けられない、このように思われている方がいらっしゃるかもしれません。これ真っ赤な嘘です。日本財政は1000兆円の借金がありますけれども、日本政府のバランスシートとなるんです。負債と資産調べると、実は借金1000兆の裏側に資産1000兆円というのがありまして、差し引くと実は60兆円以上の資産超過なんです。日本財政が危機と、これは真っ赤な嘘なんです。なんでそんな嘘が露出されているかという、嘘を露出しないと消費税の増税ができない。そしてこの25年間日本の税制を見ると、所得税と法人税は半分になっているんです。一方で消費税だけが6倍になっている。消費税というのは所得がゼロの人にも税をむしり取る、
生存権を奪う税制なんです。それに対して所得税法人税というのは能力に応じた課税、所得税は年収350万円まで無税です。つまり能力の高い人に税を負担してもらう、これを切り下げて消費税だけ増税してきた。それは何のためか、ハゲタカファーストの政治のためなんです。ですから次の選挙では戦争法廃止、原発廃止、そして消費税の引き下げ、この3つを軸に一つの選挙区にこの公約を明示する人をただ一人擁立すると。自民がいます。もしかすると小池新党が新たに候補者を出すかもしれません。ただしこの候補者は必ず政策が似たものになります。似た政策を出す候補が2人出てきたときに、それに反対する戦争法廃止、原発廃止、そして消費税を引き下げるという政策を掲げる候補がただ一人に絞られれば、圧倒的にこちらの候補が有利になるわけです。これを私は新潟メソッドと言っています。新潟の知事選では原発廃止という政策を軸に選挙ありました。その結果、実は弱小政党が擁立した候補が堂々と勝利を得たんです。ですから次の総選挙に向けて、この原発廃止、戦争法廃止、そして消費税の引き下げ、この3つを明確に政策として掲げ、政策連合を形成し、その政策連合のもとに1選挙区に1候補者を立てる、こういう選挙を展開していきたいと思います。オールジャパン平和と共生を、そのために多くの人々、そして多くの政治集団と連帯をして、この体制を作っていくように考えています。11月28日、ずいぶん先の話ですけれども、憲政記念館で、永田町の憲政記念館でオールジャパン平和と共生、このための決起集会を開催する予定にしております。すでに多くの、政治家の方、あるいは、団体、参加の 了解をいただいております。11月28日火曜日夜5時からですけれども、これもぜひ記憶に留めておいていただきたいと思います。これからも市民の力で日本の政治を変える、主権者が日本の政治を取り戻すということで、皆さんと共に連帯していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。